こんにちは、チョメです。ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミングをやっていきます。リンゴを取れ。移動はこんな感じですね。お困りのようですね。なんかジャンプができないんだよね。そんなに身構えてください。私はボブと言います。チョメさん、ゲームがクリアできなくて困っていたでしょう。名前入力する場所なかったけどな。Wiiボタンでジャンプができなくてリンゴまでたどり着けない。バグじゃなかったんだね。このゲーム、実は、作りかけなんです。このままでは一生かかってもクリアできません。は、そんな怒った顔しないでください。ゲームの裏側へ行けばすぐ完成させられますから。早速、ゲームの裏側へ行ってみましょう。移動はできるんだよね。このプラスボタンを押して、おお、こんな感じになってんのか。あれ、ボブ博士ちゃん、おはようございます。うす、ギリギリ、ボブ博士だ。めっちゃなんか本格的じゃねえか。いろいろあるよ。ゲームの裏側へようこそ、チョメさん。あ、彼らのこと気になりますよね。彼らはノードンという生き物です。さまざまな種類のノードンたちが任天堂スイッチの中に暮らしていまして、ノードンたちをここプログラム画面へ呼び出し、ノードン同士をつなぐと、なんとゲームをプログラミングできちゃうんです。このノードンたちを使ったプログラミングのシステムのこと、ノードンガレージ。さっきの作りかけのゲームもノードンガレージでプログラミングされているんです。さあ、早速ノードンガレージを使ってゲームを完成させちゃいましょう。真ん中のやつ私動かしてないからね、ちょっとうざいかもしんないけど。あれ、何かポカンとした顔してるんですか。チョメさんがプログラミングしてこのゲームを完成させるんですよ。心配しなくても大丈夫ですよ。人を B ボタンでジャンプできるようにするだけですから。煽らないで、右右左左ってこのボタンのノードンの出力ポートと人ノードンのジャンプポートをつなぐだけです。なんか簡単だね。おし、俺はボタンノードン。お前がボタンを押したことお見通しだぞ。あたたたたたた、見てたんだ人ノードンだよ、よろしくね。ゲーム画面に人がいたでしょ。あれ、僕が出して動かしてるんだよ。さあ、私と一緒に A ボタンを押しながら L スティックでポタイントを動かしてワイヤーをつないでください。これね、見て、動かせるんだよね。で、ここにあって A ボタンを押しながらこんな感じでジャンプにすればいいのか。 B ボタンはジャンプみたいな感じ。これで B ボタンで人がジャンプするプログラミングができました。私も煽ったろうか、ほらほらほらはい、ゲーム画面に戻って、これマウスも使えるみたいだよね。あ、ジャンプできるようになった。二段ジャンプとかそんな感じか。ここが私のアクションポイントだよね。で、リンゴトレをクリアしました。楽しいね、ちょっとずつ分かってくるから。クリアおめでとうございます。チョメさん、プログラミングによってゲームが完成しました。ではもう一度プログラム画面に行きましょう。めっちゃ勉強になる。で、左のやつはもう入力されてるからね。いかがでしたか。ゲームをプログラミングするのって楽しくないですか。私、チョメさんからプログラミングの才能をビンビン感じます。もっとゲームプログラミングしてみたいですよね。でしたら、私、ボブのナビ付きレッスンを受けてみませんか。さっきみたいに私のナビに従いながらいろんなゲームをプログラミングすることで、最終的には自分でゲームをプログラミングできるようになっちゃいます。さあ、私、ボブのナビ付きレッスンを受けてみませんか。受ける受ける、はい、そう来なくっちゃ。それではナビ付きレッスンでどんなゲームを作るのか見に行ってみましょう。なんかいろいろあるよ。ナビ付きレッスンでは全部で7つのゲームを作ります。最初のレッスンはシンプルな2人対戦ゲーム、2人対戦鬼ごっこバトル。次のレッスンでは任天堂スイッチの機能を生かしたコロコロボール作り。3つ目のレッスンでは画面が自動で動くシューティングゲーム、エイリアンシューティング。4つ目のレッスンではジャンプとパンチでゴールを目指すゴーゴアスレチックを作り。5つ目のレッスンは 3D の謎解きゲーム、謎解きの部屋。6つ目のレッスンでは自動運転の車と競う白熱のエキサイレーシングを作ります。最後、7つ目のレッスンでは 3D アクションゲーム、 3D アスレチックワールドを作ります。お、なんか楽しそうだね。フィールドめっちゃ広いけどな。下の鍵マークっていうのも気になるけどね。このような様々なゲームのプログラミングを通じて、チョメさん自身の力でゲームプログラミングができるようになります。では私は1つ目のレッスンでお待ちしておりますので、必ず来てくださいね。お相手はボブでした。それではまた後ほど。
他に何ができるんだろう。ちょっと他の実況でやるね、この作るやつはね。ちょっと待って、ちょめ。誰だあなた。はじめまして、私の名前はアリス。さっきのちっこいあいつはボブで、私はアリス。覚えておいてね。ちょめ、さっき作りかけのゲームを動くようにしていたけど、正直どうして動くようになったのか分かってないんじゃない？いや、分かってるけどね、私は。うん、初めてなんだから分からなくても仕方がない。でも自分でゲームを作れるようになるには、ちゃんとどういう仕組みなのか理解することが大事。そのためにチェックポイントを用意したから、レッスン1に行く前にチェックポイントに来て。あ、そっちをやっていくか今日は。はい。あ、まだ鍵になってる。お、クリアみたいな感じ。ようこそナビ付きレッスン。あー、ほんとこんな感じにチェックマークにあるね。突如現れた謎のチェックポイント。来てくれたね、チョメ。改めて私はアリス。そしてここはチェックポイント。あなたがちゃんとプログラミングを理解しているか確認するため、パズルを解いてもらうところと言っても、いきなりパズルを解けたと言っても無理だろうから。ノードンガレージの基本 Y で出す感じ。あなたのためにノードンガイドを用意した。ノードンガイドではノードンを使ったプログラミングについて詳しく解説するから。このボタンを押してノードンガイド一覧を開いて。開きました。まずはこのノードンガイドでノードンガレージの基本について知って。ノードンガレージの基本。それじゃあノードンガレージの基本について教えるから。この画面はゲーム画面といって、その名の通りプログラミングしたゲームが動くところ。今はここに人がいる。試しに B ボタンを押してみて。お、ジャンプになってる、ちゃんと。めっちゃ飛ぶね。どうしてこの人がジャンプするのか、その仕組みの解説を通してノードンガレージの基本を学んでもらう。じゃあゲームの裏側、プログラミング画面に行こう。あ、さっきのプログラマーさんだ。もうなってるね、ちゃんと B がジャンプに。おっ、チョメって言ったな、確か。よろしくな。ここはプログラミング画面。ここでノードンたちを使ってゲームをプログラミングするってわけ。僕たちゲームプログラミングにはとことん協力するからね。このノードンたちにはそれぞれ役目がある。俺、ボタンノードンはコントローラーのボタンを監視しているぞ。僕、人ノードン、ゲーム画面に人を出すよ。さっきゲーム画面にいた人はこの人ノードンが出していたってこと。へへへん、褒めてくれてもいいよ。人ノードンはプログラミング画面に置かれた位置によってゲーム画面で人を出す位置を変えるから。なるほど、真ん中に置いてるから真ん中って感じか。例えば僕をこの画面の右の方に動かせば、ゲーム画面の人も右の方に出てくるようになるよ。試してみよう。いいね、ちょっとずつやってる。で、こうやって枠でこうやって右に移動させるみたいな感じ。このゲームで画面ではどうなるかな。ちょっと早速プラスで再生してみるか。おお、右側に出た。ほら、人がさっきより右にいる。つまりプログラミング画面はゲーム画面に出てくるものやキャラクターの配置をする場所でもあるわけ。さあ、プログラミング画面で続きを解説するよ。移動したらカメラワークとかどうなるんだろう。右のままなのかな。それもちょっと気になるけどね。さらにこのプログラミング画面はスクロールさせることができる。今までの説明の邪魔だったからスクロールできないようにしてたけど、今だけスクロールできるようにしたから、 L スティックを動かしてポインターを画面の外に持って行ってみて。やってみるか。ほら、画面がスクロールできた。できたね。さらに ZL ボタン、ZR を押しながら上下に動かしてみて。おお、なるほど。こうやってアップとかできるみたいな感じか。見やすくなるってことね。こうやって画面のズームもできる。ノードンガイドでは画面が動く解説の邪魔になるから、これからまた動かせないようにするけど、自分でプログラミングするときには役に立つから覚えておいてね。じゃあ画面をさっきのところに戻すよ。それじゃあお待たせ。本題の人がジャンプする仕組みについて解説するよ。ゲーム画面では B ボタンを押した人がジャンプしてたわけだけど、それは俺と僕がワイヤーでつながっているからだよ。ワイヤーというのはこれのこと。さっきチョメもつないだでしょ。つなぎました。俺は今コントローラーの B ボタンが押されたかどうかを監視している。そして B ボタンを押されたとなると、即座にワイヤーを通じて人ノードにシグナルを送っている。はい、送ってもらってます。シグナルとは、今は簡単にワイヤーの中を通る信号って覚えておいて。そして僕のとこにワイヤーがつながっているかよく見て。アクションとかに変えたら分かりやすいよね。アクションになるからね、 B が。ジャンプって書いてあるでしょ。
僕はこのジャンプポートにシグナルが来るとゲーム画面の人をジャンプさせるんだ。このように我々の働きで B ボタンを押すと人がジャンプできるというわけだ。おさらいすると、ボタンノードはコントローラーの B ボタンが押されたかどうかを見張っている。 B ボタンが押されるとボタンノードはワイヤーを通じてシグナルを送る。これさ、もう一個 B ボタンを増やしてからアクションにつないだらどうなるんだろうね。 B を押したらアクションとジャンプ同時にやるのかな。人ノードはジャンプポートにシグナルが来ると人をジャンプさせる。分かってしまえば簡単でしょ。それじゃあ試しにワイヤーを外すとどうなるかやってみよう。いや、分かるよ、もう普通にワイヤーを選択してバツで消すってこと。あ、こんな感じか。はい。いや、ジャンプできなくなるよ、 B を押しても何も反応しない。押してる全然ジャンプしてくれない。当たり前でしょ。ワイヤーを外すと B ボタンを押しても人はジャンプしない。戻りましょうか。すぐどうなってる。ワイヤーを外すと人ノードにシグナルが送れないぞ。そう、ワイヤーをつないでないと B ボタンを押してもボタンノードから人ノードにシグナルが伝わらない。だから B ボタンを押して人はジャンプしてなかったってわけ。それじゃあ改めてボタンノードンと人ノードンのワイヤーをつなぐ。つなぎましょう。これアクションとかにしてみたいな。どうなるかっていうの。はい、これでボタンノードンさんからシグナルを送ってもらえるね。このようにノードンガレージではノードンたちをつないでゲームをプログラミングする。基本的なことだから覚えておいてね。だからこれもうどん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 自分で作ってみてね、試しにこれやったらどうなるかっていうのをどんどん楽しんで学ぶっていうのもいいと思うよ。はい、 B ボタンを押して人をジャンプ。これちょっと移動したらどうなるかっていうのも気になる。今裏側でノードンたちが働いてプログラミングが動いている。プログラムね、仕組みが分かるとちょっと物事の見方が変わる。だからプログラミングはおもろい。はい、戻る。どうだ、俺たちのこと少しは分かったか。ゲームをプログラミングするなら僕たちをよく使うと思うから、多分一番使うと思うね。よろしくお願いします。あー、面白かったね。でも分かりやすいね。めっちゃ丁寧に教えてくれるじゃん。ノードンガレージの基本ちゃんと理解できた。じゃあ B ボタンを押してノードンガイド一覧を閉じて、ノードンガレージの基本がちゃんと理解できるかパズルでチェックするよ。ここからパズルに挑戦してみて。人をジャンプさせろ。初めてのチェックポイント。今は B でジャンプできない。プラスにやって。チョメ、パズルにようこそ。ノードンガレージの基本を理解できてるか、このパズルでチェックするから。この人がリンゴをゲットできたらパズルクリア。さあ、どうやったらゲットできるのでしょう。これ実際にやってみるっていうのは大事だもんな、作ってね。このままじゃいくらやっても人を動かせないし、リンゴはゲットできない。なので人がリンゴをゲットできるように、あなたの手でプログラミングしてほしい。はい、プログラミング画面に行きましょう。で、呼び出す感じか。ボタンノードがもう最初から出てるよ。ただしパズルでは何でも自由にプログラミングできるわけじゃない。この問題ではボタンノードと人ノードをつなぐことしかできない。さあ、どうやったら人がリンゴをゲットできるようになるでしょうか。はい、これはねもう簡単だよね。ダメだったらまたプログラミング画面に戻る。それじゃあ頑張ってね。じゃあこのボタンノードンでジャンプ。これで OK です。もう簡単でしたね。はい、クリア。おさらい大事だよな、でも。人をジャンプさせろ。オールクリア。すごい、ちゃんとノードンガレージの基本を理解できてるね。こうやってすごいって褒めてくれるっていうのも大事だもんな。子供たち伸びると思う。これからもあなたがノードンガレージとノードンたちのことをちゃんと理解できているか。レッスンの合間にチェックポイントでチェックするから。ノードンガイドもこれから少しずつ増やしていくし、何か気になることやわからないことがあったらノードンガイドを見に来てね。それじゃあ心置きなくレッスン1に行ってらっしゃい。で、これでクリアしたから右、おー開いた。レッスン1、2人対戦鬼ごっこができるってことか。目安よく40分。これはね、別にまた動画でねやります。めちゃめちゃ長いからね、多分収まらないからね。今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回はレッスン1、2人対戦鬼ごっこバトルをやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。ノードガイドもこんな感じでどんどん増えていくみたいですね。